しますねでそんな高橋留美子さんねあの高校時代まで漫画、まあ、ずっと漫画読んで漫画書いてとかやっててもともと描けるんですけどで満見に入るんですよね、うん、まあ有名な話ですけどね高校時代に近藤陽子さんと友達だったっていうねでそれはまあ漫画家になる後に漫画家になる人ともその満見で友達だったとで2人で、えー、池上 じゃあ、池上良一の漫画が最高だよねっつって、<laughs> 池上先生に会いたいよねとか言って、二人とも池上良一の大ファンなんだったっていう話を、えーまあ、自伝漫画で書いてますね。はい,すごい ととで,す、ね、でまあ高校時代も、えー、なんか4コマ書描いたりとか <coughs> それから投稿とかもいろいろしてるんだけどまあいまいちパッとしなかったんでやめようかなとあんまりその絶対漫画家になるって感じじゃなかったみたいですねどうしようかなみたいな感じだったらしいですでそこから、えー、大学に入ってで大学に一、まあ、人暮らししろって親に言われて。 ほんで、えー、上京して貧乏暮らしをするんですけどそれで漫画をずっと描き続けるんですけどその時にあのケモコビルっていう名前で活躍します同人誌で,<え>でこの、ね「涅槃の方程式メジロ子ナってこれメジロハ先生も、まあ、後に、ね、大活躍されますがそうなんだ形で2人で、まあ、一緒に漫画描いたりなんかしてるなんでこんな名前なのうんえバディで始めたってこといやそうじゃないですえケモコビルで活躍してますね、えー、っと同人誌でへえ でその時に小池和夫劇画村塾って言って、小池和夫先生が始めたまあ漫画家養成学校みたいなのが始まるわけですよね。で、ここに通い始めるわけですよ。で、この時に、まあいろんな人います、僕の友達もいますし、あの山本あの先生もそうですよね。あのなんだっけ。直樹さん直木さん,直木さんそう、直木さん。あ、そうなんですか。直木さんも行ってたし、富樫さんも、富樫泰孝も行ってたし、あと、あれですよ、ドラクエの堀井さんも行ってましたね。 へえそこにルミコさんも行っててでそこでね課題として出されたなんかエピソード作れとかいう話作れみたいな課題が出てそのたんびに書いてたやつがストックされててそれが後にうるせえやつらが連載した時にそのストックを使ってったっていうから <laughs> 無,無駄にしないねエコだね エコっていうんかな？素晴らしいね。天才ってことですね。うんえー